やあマイフレンドそんな照れることないじゃないか。君だよ君。僕と志を共にする、それすなわちマイベストフレンドさ。こらこら、ジョセフィーヌ、つつくなつつくな。僕はご飯じゃないぞ。そうだマイフレンド、この子は初めてだね。どうだいジョセフィーヌは、可愛いだろう。食欲旺盛なのもこの子の可愛さの一つさ。時折僕を獲物を見るような視線で射抜いてくるのがまたキュートなんだよ。そうそう、自分の子供たちにきちんと定期的にエネルギーをあげてるかい？この子たちは特別な存在だからね。僕たちがエネルギーを提供し与えて、そうして成長していくのさ。言うなれば、僕たちが注ぎ込んだ愛情で大きく空に羽ばたいていくなあ。そうだろジョセフィーヌ。こらこら、そうそうはよくないぞ。どうやらこの子お腹が空いているようだ。僕はこれで失礼するよマイフレンド。ジョセフィーヌ、そんなにはしゃがなくても大丈夫さ。今日はとびきりのご飯を用意してあるからね。おいおい、眼球狙いかい？やんちゃな子だな。やあマイフレンド、君の動向は風の便りで聞いてるよ。素晴らしいサモナーライフを送っているようだね。待った待ったマイフレンド、ダメだぞ友を無視しては。この世で一番大切なものは友なのだから。なあエリザベート、君もそう思うだろう？あとマイフレンド、こいつは失礼、この子の紹介がまだだったね。僕の愛するエリザベートさ、かわいいだろう。この前の、ああジョセフィーヌのことかい？あの子なら今リフレッシュ中さ。適度な運動、適度なリフレッシュ、そして全力の愛情、それこそがこの子たちを目いっぱい羽ばたかせるのに必要な要素なのさ。僕の愛する3人の子供たち、カトリーヌ、ジョセフィーヌ、エリザベート、この子たちはね、今現在サモナーが使えるペットの種類を決めたとても偉い子たちなんだ。カトリーヌのタイプが4足系、ジョセフィーヌのタイプが飛行系、そしてエリザベートのタイプが2足系。見た目の違いだけじゃない、それぞれのタイプに特徴がある。それがたまらず可愛くて愛らしい。どれかを選べなんてできるはずもない。だから僕はカトリーヌもジョセフィーヌもエリザベートも等しく愛しているのさ。エリザベート、分かってる分かってるよ、君も僕を愛してくれてるんだよね。おっとダメだよエリザベート、人の腕はねそういう風に曲がらないようにできてるんだぞ。頭をかじるのも行儀が良くないぞ。おや、そろそろ食事の時間だね。それじゃあ準備に行こうかエリザベート。だから僕はご飯じゃないよ。
ですから新しいクラスを作るときはきちんと他のクラスの提唱者にも許可をもらわないとダメなんです。そのような可愛さだけで釣ってマウンさんの立場を危うくするクラスなんてアークスが許しても幸運の私が許しませんわ。そうは言われても困ったな。すでにサマナーはアークスに認可されたクラス、今さら取り消すのも無理な話だよ。そして何よりこの子が僕を離さない。そうだよねカトリーヌ。痛いよカトリーヌ。なんて可愛らしい。ダメですダメですわカトリー、ここでほだされてはバウンサーの名折れ。お前か。何、特に問題があったわけでもない。あのサモナーの提唱者に対してカトリが勝手に文句をつけているだけだ。サモナーと言ったか。なかなかに面白い試みのクラスだと思う。刺激獣を戦わせるという発想は私にはない。そしてクラス設立のタイミングも素晴らしい。もしカトリがバウンサーの試験運用担当に選ばれる前だったら面倒だったからな。未だ変わらず怠けるなカトリの心情だ。自分が戦わないイコール楽ができると考えサモナーに飛びついていたはずだ。今となってはバウンサーの習熟も進み、そちらの適性を捨てるのはもったいない。しかしサモナーの方が楽ができそうだから羨ましいので文句をつけている。ちょっとサガさんも何かないんですか。特訓おバカさんからの注文、バウンサーの顧見に関わりますわ。だってこれだってこれ、サモナーって明らかにご自身がサボる構えのクラスじゃないですか。ずるいです。一方的な言いがかりを吹聴するな。ビシッと言ってあげてください。おやマイフレンドじゃないか。見てくれカトリーヌは今日も元気さ。君の子供たちはどうかな。マイフレンド、まさかこのお方もすでにサモナーの毒牙に落ちているということ。あなた様、私というものがありながらバウンサーでなくサモナーに下るとは返答次第では私もサモナーになるって考えもありますよ、ねえサガさん。却下だ。さてカトリ、特訓の時間だぜ。いや、ちょっとまだ私の話は終わっていない。というか私にもクラス選択の自由をバウンサークラスの代表者としての義務だ。権利を主張するなら義務を果たせ。賑やかな人だったねカトリーヌ。厳しいご意見だったが安心してくれ、僕は絶対に君を離したりしないから。分かったカトリーヌ、嬉しいのは分かったから素手を必要に攻撃するのはやめてくれないかな。痛っ。復帰直後からバタバタしてたみたいだけど、どう？そろそろ落ち着いてきた？うわ、ひどっ！こんな可愛いアイドルのことを忘れちゃったの？しくしく。なんかあなたの場合、素で忘れてそうだからちょっと怖いけど、大丈夫だよね？私のこと本気で忘れてたりしないよね？あ、
この人知ってる。アークスのアイドルでいつもライブやってる人だ。挨拶が遅れてごめんね。クーヌです、よろしくね。棺です。こちらこそよろしくお願いします。いつもライブで曲聴いてます。とても好きです。ありがとう。そう言ってもらえた時が一番アイドルやっててよかったって思える瞬間だよ。あなたは時々見に来るけど、あんまり感想とか言ってくれないもんね。ねえお姉ちゃん、アイドルって何？何をするの？え？アイドルの仕事？アイドルっていうのはね、みんなを笑顔にするのが一番の仕事だよ。みんなは一人じゃない、いつでも一緒ってこの身、この声、この心で伝え続けるの。アークスのみんなが寂しくないように。いつでも一緒って伝え続ける、寂しくないように。そう、一人だとできることはたかが知れてるけど、みんな一緒ならなんとかなるものだからさ。もっとも何でもかんでも一人でやってしまおうとする人もいるにはいるわけで、いっつもフォローが大変なのよね。やば、次のライブの準備があるんだった。今度やるライブも見に来てよ。それじゃあまたね。あのアイドルさんも気さくに接してくるって、あなたって私が考えている以上に大物。こうして会うのは二度目になる。情報部所属のアイカだ。情報部司令カスラの命令を受けて、私はしばらくこの船に滞在することになった。何でも情報部からの情報提供を綿密にかつ齟齬のないように行うためと司令からの連絡にはありますが、その裏の思惑を明かすならば監視だな。自分から言っちゃうんですね。司令はまだ地球の方々のことを疑っている。こちら側に侵入してきてるのは事実だからな。今我々に協力してくれている方々も、あるいはスパイかもしれないという疑念を抱くのは。自分たちの情報は隠しまくるくせに、よそのあらは探しまくる。まったく、とっても情報部らしいですね。ああ、私もそう思う。あなたとシエル、地球の方々が最も信頼している二人には目的を伝えた上で監視を行いたい。監視といっても堅苦しいものではない。情報部からの依頼を私と協力し対応してもらいたい、それだけだ。そんな無理難題は出ないと思う。確証はできないが。もしかしてアイカさんは何か進言はした。異文化との交流にはまず信頼と理解があるべきだと。それゆえに私が来た。すでに地球の人々と交流を持った私が情報部の代表としてここに。しばらくの間面倒かと思うが、よろしく頼む。どうした？私の体にどこかおかしなところが。そう
だろうか。私は至って普通のアークスだ。下手なごまかしは不要ですよ、アイカ。知れ。アイカもあなた方と同じくダークファルスの力を抱えた者同士ですからね。分かって当然と言えるでしょう。半年ほど前にダークファルスアプレンティスが復活しかけた事件がありましてね、マトイさんの協力もあってダークファルスアプレンティスは再度封印することができましたが、その時に少し無茶をして、この紙はその後遺症といったところだ。少し無茶とは随分手抜きな説明ですね。起きたばかりのマトイさんまで巻き込んで危うく一大事だったというのに。それはそうですが、そうですね、あなたには司祭を知っておいてもらった方がいいでしょう、アイカ。私はイツキアリナたち、いや協力者からダークファルスアプレンティスの意思を引き受けたのだ。そのまま封印される覚悟で。しかしマトイ様は私を救おうと考え、集い始めた闇を束ね、リリーパの地下へ再封印しようとした。ですがその当時のマトイさんの力では膨大なダーカー因子をコントロールしきれなかった。それだけではなく、アイカのうちに集いつつあった闇を自らの体で引き受け始めたんです。おそらくマトイ様はそうなることを予想していたのだと思う。逸話としては私よりもマトイ様の方が数段上だから、自ら闇を引き受ける覚悟で私を助けようとしてくれた。かつて深淵なる闇になったというのに、それでも自らの身を顧みることなく。だがその時だった。どこディオヒューナル、アークスがそう呼称する深淵なる闇の化身。出現記録は1分にも満たないほどでした。奴はダークファルスアプレンティスを霊気するわけでも、目覚めさせようとするわけでもなく、私たちから闇を吸収し去っていった。マトイ様を見て、しかし何もせずに。それが事件の顛末です。あとは事後処理、もっともそちらが大変だったんですけどね。アイカは奇跡的にダークファルスの寄り代とならずに済みましたが、深刻な侵食状況でした。よく生きていたものですよ。全てはマトイ様のおかげだ。そこから治療が完了するまでおよそ半年、マトイさんも侵食の浄化処理のため短期的なコールドスリープを経過観察をしながら行っています。彼女には前科的なものもあるので、特にメディカルチームが神経質でしたね。もっともそれも間もなく終わります。先日メディカルチームから連絡がありました。遠からず会えると思いますよ、マトイさんにも。しかしわからないのはあの時のディオ・ヒューナルの行動。奴がどうして私たちの闇を引き受け、そのまま何もせずに去っていったのか、未だに理解不能だ。そうですね、それは私たちには分かりません。ですがきっとあなたにならなんとなく分かるのではないですか。